TV のお時間でございます。さあ今回登場するのはこちら、じゃーじゃーじゃーじゃらーゴゴゴ。12月10日に行われた我々のワンマンライブベストロベリーの模様をお伝えします。いなりっしゅアンコール、どうもありがとう。いやもうどのタイミングで出るかっていつもドキドキしちゃうよね。早すぎてもあれですし、みんなが疲れちゃうとなんか罪悪感に苛まれる感じなので、こうまあいっか。あ、なるほど。なんかあのね、金魚の水槽みたいな音がしちゃうね。ブーッつってね。ありがとうございます。よいしょ、せっかくなんでちょっぴりおしゃべりしてもいいですか。ありがとうございます。じゃあここから1時間ほどトークショーという感じにして、アンコール1曲ぐらいやって終わります。それ一番 A だよね、本当ね。ありがとうございます。何を話そうかな。多分みんなええと思うかもしれないんですけど、俺めちゃめちゃいろんなことを気にしちゃって、で見た目以上にすごく打たれ弱い感じなんですけども、誰も信じてくれなくてね、もう羽巻いてサングラスして誰もいないところでどん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 言ったりパンツ言ったり、人がそんな心が弱いわけがないっていう感じなんですけども、一周回って強そうになったっていうだけで、すごく気にしいでね、本当に今日も幕が開いてみんなの顔を見るまではバンドのメンバーより少ない人数だったらどうしようっつってね、ドキドキしながら夜も眠れない雰囲気でガーガー寝てきましたけども、ベストアルバムを買うとヒストロベリーっていう卓上カレンダーがつきます。で余計なことに俺らの誕生日が全部書いてありまして、それ以外の予定は書き込めないくらいね、俺らの誕生日はなってるんですけども、12月に1個大きなライブが決まってます。12月9日日曜日、第2日曜日ね、ここでワンマンライブです。すごいでしょう。すごいね、このワンマンをやる前にもう決まってるってすごいね。ありがたいですね。なのでみんなが忘れないようにしっかりとカレンダーに書いてありますのでね、カレンダー使うのを忘れるのはやめてくださいね。ぜひどんなにこう引き目で見てもいけてない僕はですね、1月っていうのは、1月乗り切るのはなかなか大変だと思いますけども、ぜひ1月乗り切ればちょいちょいいい感じになってきますんでね、ぜひ1月は苦行だと思う。とにかく愛情にあふれたカレンダーになってます。ぜひ皆さんもね、使っていただいて、12月9日、ここにいる人が、誰一人欠けることなく、そして、今日以上にパンパンになってね、もう踊れねえぞこの野郎ぐらいの勢いでみんなでわちゃわちゃしたいと思いますので、ぜひ、12月9日今のうちに開けといて、予定を俺が書いといたからよろしく。皆様のチャンネル登録お願いします。というわけでございまして、そろそろねバンドメンバーを呼びたいと思います。いなりっしゅ。